ね、父ちゃんも始めた。男性は 22.2% どうにか、これに対して女性は 54.4% と非正規雇用が半分以上を占めています。相談会を開いた実行委員会の吉崎正夫さんは、始める時が女性の問題というのが今まで置き去りにされてきて解決できなかった。ジャストタイムで想像以上に深刻だと受け止めていました。その年のカルテをやればいいんだと。非正規雇用の女性たちの厳しい実態を表すデータがあった。マスターズ大会もあるからね。大会を目指す気なら、野村総合研究所が去年パートやアルバイトで働く20歳から59歳の女性を対象にインターネット上で行った調査です。何か始めるとき、言い訳から始めるとダメなんですね。あと、10歳若かったらとか、もっと若ければとか、たらとか、レバーとか、つまみじゃねえんだけどさ。つまり、4人から5人に1人が、それが結局言霊になっていくから、そういう言葉は、そう。ダメですよね。野村総合研究所の武田かな、あと、学ぶの語源は真似ぶなんだから、真似することだよね。だから子供が本当にこう、変なプライドがねえから、もうとにかく俺んちの4つと2つの孫なんかはさ、もう言ったことを復習してもね、だから何々って言うと、何とかさ、その真似してるんだよね。真似ぶなんだよね。それを習い事も同じなんだけど、それをこう聞いちゃ割られちゃうかなとか、そういう変なプライドなんかが、恥ずかしさとか、それがくっついてくると、何か学ぶときは弊害になるよね。要するにもう自分をバカに言って、要するに子供に戻ればいい、何か学ぶときはね。真似、そうですね、もうこれっきりないよ。もう何でもそうだよ、農家だってそうだよ。中途半端に勉強してくると、父ちゃんの言うことなんか聞かねえで、自分でね、一発のことを勉強してくると、それがこうすべきだと思って、せっかくその道のプロがいるに反対のことやってね、失敗してみたり、損だよね。こう目の前にいる人を利用し、言葉ありけど利用していかないとね。でも変なプライドがあるんだよね。こう例えばいろんな仕事もそうだよね。真の成長は子供に戻ることだっていう言葉もあるんだよ。そのくらい。だから真の成長、本当にこう成長するには子供に戻っていくこと、つまり素直になって何でも聞いて前に進んでいく、それがその人にとっての本当にこう成長に結びつくんですね。そうだからね、なんか学ぶ時にまして、こういう、習い事なんかは本当にこう聞いてね、こう見て真似して、でいろんなアドバイスを受けながら、こう上手になっていくわけだもんね。一時の NHK ニュースです。今日午後0時23分ごろ、大分県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震やったんで、じゃあ行ってみます。またいろいろ生意気なこと言っちゃう。生意気も何もな、もうそういう年だよな、生意気を言えねえような。いやでもね、思ったけどね、本当に常に学んでるんだなって。だってアメリカから帰ってきて10年経って英検受けましょうなんて誰もいないですよ。他のトレーニーで来た人と、いやもう、もう英語なんて本当にもう学ぶこと完全にやめてるもんな。だから学ぶことをやめた時に教えることをやめなければならないってこの前いい言葉教えてもらったんですよ。いやまさにその通りだな。本当にそうだよね。うまいして今はさ、学校先生も大変なと思うよ。もう世の中進化してるのに、昔あの大学卒業して教員試験を受けるときに勉強しただけなんて言うと笑っちゃうよね。まあそんな先生いねえなんだけどさ。だから教員もそういう、なんかあの3年ごとぐらいなんかそういう試験があるらしいよね、今度ね。
資格試験みたいな、あの更新のあれがなくなったんじゃねえかな、確かないんか逆に、うん、またなくなっちゃったんです、一時あったよね、ありました、それは俺必要だと思うんだけどね、で落ちる人が多いんでか、俺の免許が今どうなってるのか自分でもわかんないもん、教員試験、いや免許、うん、免許は有効なんか有効じゃねえのか、あいはあれが年段だからね、免許証見てね書き換えなんていうの、そうなんですよね、じゃああるんじゃないという、使えるんだね、ただ自分がそれを住むかでね、うん、その古びたね、その免許証でそれこそ本当にあれだね、昔田んぼの道で乗ってたような人がさ免許あるからって高速道路のなくちゃなんねえような時代なんだけどさ、今さとんでもねえね、いろんなルールも変わってくると思うしさ、標識なんかも進化してるだろうしさ、うん、昔は逆走なんて言葉なかったけど今逆走なんかの事故もあるし、うん、車自体も大人なんかのね歩みも慣れなくちゃねえだろうし、いやー大変だよね、あの進化してるからついてくにね、いや本当ですよ、遺伝子を操作して拒絶反応が起こりにくくした豚の心臓を人間に移植することに